こんにちは、スタルケレです。皆さん、今日はこちらバンダイの発売カレンダー、7月8月にて新たな商品が追加されていたので見ていきましょう。もう早いもんで7月ですね。7月末には皆さん、学生の方はね、夏休みなどありと思いますけれども、どうでしょうか。はい、このアークのやつとかウルトラマン系はもうね、紹介動画出してるのでそれ見てください。あとこれだね、新しいやつ、食玩ブンブンカー、食玩アークキューブで、あとはガシャポンのね、アークキューブ、で、あとは、ここら辺はないね。ここら辺もなしで、あ、このアークアイソードとかブンブンレオレスキューとかね、ズンズン消火ブラスターは他の動画でまたやってるので見てみてください。で、あと一応ハイパーヨーヨーアクセルもちょっと触れてみますか。はい。で、あとは、あったあった。ブンブンカー、ガシャポンブンブンカー03がね、はい、来ましたと。で、ここら辺のね、ウルトラマンも前紹介してるのでいいかな。あとは、このガシャポン系は大丈夫かな。はい。で、次8月ですね。8月いきます。はい、8月。はい、こんな感じになって、はい、ユニトロボーン来ました。はい。で、8月、あとアークだね。はい、ウルトラマンアーク。まあ、って感じで見ていきましょう。はい、まずこちら。食玩ブンブンカー02、1つね、440円税込みの7月20日発売となっております。ラインナップがこちら。ブンブンマリン。これデラックスでありますね。はい。そして、ブンブンサファリ。これもデラックスであります。食玩版なので、変形要素なしで、あれですね。なんか、音鳴らして遊べるとか、そんぐらいですね。その、音鳴らすっていうのは、まあ、ブンブンチェンジャーがね、必要になりますけれども。はい。で、あとは、ブンブン食玩トラック。面白いね。ちょうど今、仮面ライダーガブがね、発表されたから、こう、お菓子。とのね、コラボ面白いね。はい。ブンブンレジェンドバス、ゴーカイジャーバージョン。赤いブンブンレジェンドバス来ましたね。いいね、ゴーカイジャー。ゴーカイジャーが来ました。はい。ということで、これもね、発売されたら紹介するので、楽しみにしていてください。次、こちら。食玩アークキューブ01、550円税込みということで、これ7月20日、8日、8日ですね、発売です。あれだね、アークのデラックス玩具、アークアライザーとか、アークアイソードが発売された後にね、発売するんで、しっかり連動させて遊ぶことができます。うお、すげえ。ラインナップ、ウルトラマンキング、あ、違う、ウルトラマンアーク、食玩バージョン、ウルトラマンキング、ウルトラマンレオ、アストラキューブ、なんだ、アストラキューブって。はい。で、ウルトラマンメビウス、フェニックスブレイブ、ウルトラマンジード、ギャラクシーライジング、で、ウルトラマン Z、デルタライズクロー、で、グリッタートリガー、エタニティキューブ、はい、という感じで、いろいろね、ラインナップされてるみたいです。はい、これもね、買ったら、レビューするので楽しみにしていてください。次こちら、ウルトラマンアークガシャポンアークキューブですね。はい、これも500円税込み、7月上旬発売。これラインナップはちょっとね、このちっちゃい文字で見えないんですけど、あ、パワードかこれ。なんかラインナップすごいな。ティガーさんかなこれは。はい、こんな感じでいろいろとラインナップね、されております。さっきのね、食玩とはまた違ったラインナップですね。やっぱりいいね。はい、素晴らしいです。じゃあ次行きましょう。ハイパーヨーヨーアクセル、アクセルオリジンパンキッシュグリーン。ちょっと僕緑好きなんで、この緑のやつにしましたけど、はい、こういろんな色が出てます。なんか回せば回すほど、違う、なんだっけな、回せば回すほど回転、なんだっけ、一緒か、同じ、なんかあれか、頭痛が痛いみたいな感じが。なんか、このティザー映像見たんですけど、なんか、そういうこと言ってたんだよな。なんだっけ?なんかちょっと見てみてください。なんかすごいらしい。うん。新機構アクセルシステム。簡単にロングスリープができる。
メタルベアリングを計3個搭載することでボディだけではなく両面のアクセルディスクが独立回転、ヨーヨーを投げずに手で持って紐を引くだけで回転させられる機構。引いて回すだ、そうだ、引くと回るみたいな、うん、ベアリングによってなんかすごいらしいのでね、ちょっとこれもね気になりますね。はい、次、爆上げ戦隊ブンブンジャーガシャポンブンブンカー03、400円税込み7月中旬発売ということで、はい、ラインナップがこちら、ブンブン消防車、消防車ね、これあれです、このブンブンレオレスキューのこのね、これここ上の部分にくっついてるこれですね、これ今変形してるんですけど、デラックス版なので なんですけどこれガシャポン版なのでこれ変形しない音だけのやつになります。はい、でブンブンタクシー、いやおもろいね。はい、でブンブン電気カー、これあれですね、オフロードの色替えバージョンですね。はい、そしてブンブンレジェンドバス9レンジャーバージョン紫ね。はい、で、ブンブンレジェンドバス恐竜ジャーバージョンじゃない、竜装ジャーバージョンです。はい、ということでレジェンドバスね、また新たに追加されてますね。いいね、なんかいろんな色が揃ってって嬉しいですね。はい、これも出たらレビューします。じゃあ次こちら、こちらですね、はい、来ました、ユニットロボ T-REX ヘラクレス、2860円税込み2020年8月3日、ここから8月発売の、商品になります。おもろすぎるこの組み合わせ、ヘラクレスとティラノサウルスね、なんかめっちゃツルツルしてて可愛いね、このヘラクレスで、こっちのティラノはちょっとシワがあったりとかね、グラデーション塗装されたりしていていい感じですね。もう夏ですよ皆さん、8月といったら真夏に、このもう夏といえばの風物詩ね、風物詩と言っていいんでしょうか。はい、この2つを持ってきたとね、夏になったら昆虫の季節です、虫がたくさん出て虫取りしたりとかね、夏休みしますか皆さん、ね、あとはなんか恐竜のなんか化石展とかやりますよね、夏になったらね。はい、そういうところでこの恐竜、はい、この2つね、素晴らしいチョイスだね。で合体するとこうなる、おもろおもろ、これ変形としては足を後ろから前に持ってきて、で尻尾をこっちに稼働させて腕を引っ張り出して頭出すみたいな、で右腕はヘラクレスをくっつけるみたいな感じかな。はい、素晴らしいね、この肩がこのね尻尾になってるんですけど、反対側はこうヘラクレスの角がこう出っ張ってるおかげでね、バランスの取れた見た目になってるっていう、素晴らしいです。で胸に恐竜の顔着てるのもめちゃくちゃいいよね、かっこいい。でオレンジの恐竜っていうのがまたさ、いい色ですよね。なんだろう、僕が好きなキャラでいうとデジモンのアグモンとか、あとは、モンスターハンターのティガレックスとかね、あのあたりちょっとオレンジっぽいですよね。はい、っていうね、まあ、あとヘラクレスのこの背中の色ともね、合っていてね、いいですね、うん、でもちろんライスボールポリスカートも合体できますと。なんかそのヘラクレスの変形が結構最低限だから、そこまで尊厳破壊していない感じがいいですね。なんかね、お子さんが買っても泣かないぐらいの変形してますよね、この首が上に上がって羽が開くっていうね、うん、面白そうです。はい、ライスボールポリスカーが確か4月末とかに発売してたんで、これも4ヶ月越しぐらいのね発売になりますね、ユニトロボン嬉しい、どんどん出してほしいです。なんか結構最近も王道かっこいい系が出てきてますね、嬉しいね。 3年目だっけ、うん、にしてきましたね、うん、あとはあれだね、クリスマスの近くなったら多分3体合体とかそういう多段合体が出てくると思うので、4体合体になるか分かんないですけど、それも楽しみです。次こちら、デラックスアークキューブウルトラマンアークルーナアーマーキューブ、はい、1650円税込みの2020年8月24日発売ということで、これね、ソリス、あの太陽の力のソリスアーマーが7月の末に、はい、これね27日発売するんですけれども、ルーナは8月でした。はい、ということで、まあ、放送時期に合わせての感じなのかな。
でこのアークアライザーとかアークアイソードと連動して遊べますよと、音が鳴りますという感じです。はい、次、ウルトラヒーローシリーズ99ウルトラマンアークルーナアーマー880円税込みの2024年8月24日発売、ソフビですね。はい、これも一緒に発売します。はい、でちなみにこれね、ウルトラマンアークのこの装着できるアーマー装着できるおもちゃは、これソリスもルーナもどっちも7月27日にね、はい、これセットのやつが出ますので、これもね楽しみにしたいです。この、まあ、情報動画ね、まあ、前に出してるんですけど、一応改めて紹介しましたっていう感じです。盛りだくさんだね、夏盛りだくさんです。皆さん何か気になった商品ありますでしょうか？あったらぜひコメント欄で教えてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録、高評価、 X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。